いっぱいあるじゃん。ホームセンターの花瓶は安いけどね、持ってるものばっかりだな。ないね、ない。これは持ってるもんね、仏壇用のやつである。まあ唯一これか、一輪挿しはね。ホームセンターなの、素敵なのないね。今日ね、結局ね、買ってきたのは500円のね、このレトロっぽい感じ。これ結構気に入ったんだよね、500円で。なかなかないよね、今の時代こういうタイプのやつね。これが500円でしょ？で、これがね、600円。ポンメゾンというお店で買ったの。なんかね、雑貨屋さんみたいなところね。これとこれはね、雑貨屋さんで買ったの。これも一輪挿しでね、黒とグリーンで、シンプルでね、なんか和風でいいなと思って。これ、これね、1900円。ボンメゾンか。ベルメゾンじゃないね、ボンメゾンだね。うん、これ、こういう花瓶ちょっと持ってなかったから、なんか水玉みたいな感じでさ、キラキラしてて綺麗だなと思って。まあ、結構、バサッとね、いけられるよね。うん、一番気に入ったのこれかな、500円のね。なんかめっちゃ可愛い、これ。なんかさ、草花が合いそう。なんでも合いそうだね。雑草でもさ、可愛くさ、見えそう、これだったら。あの花瓶がさ、あんまり派手じゃなくて、主張してないからさ、花が引き立ちそうなんだよね。こういうのが欲しかったんだよね、かわいい。ね。これはさ、椿とかさ、大きなこう、なんて、ポンとこうさ、うん、椿とか合いそうだね、これね。これはちょっとあの、花が豪華な感じでね。赤っぽいような花とか合いそうだね。これは草花が合いそう。ラベンダーとかも合いそうだよね。これはあのミモザとかさ、あのわさっとした感じのさ、たくさんいけられそうな感じ。なんでも合うよね。透明だから。たくさんいけられそうだからね。これ買ってみた。こういうのいっぱいあるけどね。こういうあの、ちょっとこうカップみたいなさ、こういうタイプのちょっと持ってなかったから買ってみました。今日はこの3つだけね、ちょっとピンときたんだよね。あ、これかわいいなって、うん、この形がすごい好き。なんか今あんまりないよね、こういう形。
花瓶の形がね、気に入ったの。花瓶って大体こういう感じじゃない？あと口がこうふわっとこう広がってる。こういうふうな口のさ、ここがね。なんかほら、水筒みたいで可愛いじゃない？昔の水筒みたいな感じでさ。これ本当にいいね。ほら、周りにちょっとさ。裏は、あれだけど。めっちゃ可愛い。これ気に入った。あんまり派手だとさ、花が引き立たないからさ、花瓶にいろいろこう色が入っちゃってるとね。まあ、今日見つけたのはこの3点かな。ちょっと楽しみだね。本当にこれ。庭に咲いてる草花何でも合いそう。めっちゃ良かった、これ買って。500円は安いよね、これ。多分1000円くらいしそうな感じ。元はそのくらいしたんじゃないの、これ。